まあ、ひだのり流ではですね、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1になります。まずは4小節頑張ってですね。こんにちは、ひだのりです。今日もですね、カレハを、頑張ってやっていきましょう。ジャムセッション目指してですね、もうちょっとで終わりますんでですね、枯葉の方も。いよいよですね、まあ初心者コースにこの動画になってるんですけど、まあ初心者の中でもちょっと上級者向けっていうかですね、そういうリズムをちょっと崩したようなやつをやっていきましょう。今日はトランペットは使わないでおこうかなと思ってます。今日はですね、3拍フレーズ、3拍で1つのフレーズっていうのをちょっとやっていきたいと思います。どういうことかと言いますとですね、まあ、こういうことですね。これ四分音符、四分九分です。これ4分の4ですね。で、1は吹いて、2、3は九分です。四分九分です。で、1、2、3、1、2、3になるんですけど、4分の4なもんでですね、1、2、3、1で、1小節になります。こういうことですね。で、1、2はオフで、3、1。こういうことですね。ちょっと見にくいですね。これをですね、今日はちょっと歌とバッキングトラックを流してですね、ジャズのカラオケですね、カラオケの方を流していけたらなと思います。で、まあ、ワン、ツー、スリー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 っていくんですけどですね、これは最初にやる方は必ずワルツになっちゃうんですね。ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、三角になっちゃうんでですね、それは避けなければいけないんでですね、まあ、ひだのり流ではですね、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワンになります。まずは4小節頑張ってですね、まあ、ひだのり流ではですね、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワンになります。まずは4小節頑張ってですね、ちょっと一緒にやってほしいんですけど、ワン、ツー、スリーで、次はフォーになります。フォー、ワン、ツー、次はスリーになります。スリー、フォー、ワン、次はツーです。ツー、スリー、フォー、ワン。これもちょっとゆっくりやるとですね、流れがなかなかつかめないんでですね、あ、じゃあ早くやります。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、2、3、4で4小節になりますね。今日はですね、とりあえずこの4小節を頑張って3拍フレーズ、一緒にやっていきましょう。まあ、最初はですね、この指で一緒にディレクトしてあげると、徐々に慣れてくるんでですね、指と一緒にやるのがおすすめです。2、3を飛ばして、4、1、2を飛ばして、3、4、1を飛ばして、2、3、4を飛ばして、1っていう感じに、まあ、後半はしたいなと。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、うん、うん、うんで頭になりますね。なもんで、ちょっと分かりにくいと思うんで、一緒にかけていきましょう。一緒に、バッキングトラックをかけながら、一緒に歌っていきましょう。今日はトランペットなし、と思っております。それでは行ってみましょう。行きます。 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Hey. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Hey, hey, hey. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Hey, hey. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1ですね。2、3を飛ばすと、1、4、3、2、1。Hey, hey. 1、4、3、2、1ですね。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1。
1, 2, 3, 4, 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 1, hey, hey, 1, 4, 3, 2, 1, turn, 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 hey, turn.1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 8小節一気にやってみたいと思います。1, 2, 3, 4, 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 1, 2, 3, 4,
1 2 3 4 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 1 2
でしょうか。ちょっと難しかったかもしれないですね。最初のうちはですね、自分をディレクトするという意味で、普通に1、2、3、4、1、2、3、4でリズムを取った方が分かりよいかもしれないですね。それで、1、2、3、4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 、
に消していく。1、4、3、2、1っていう風にですね、まあ最終的にはでいけたらなと、まあ最終的には1、4、3、2、1を目指す形でですね、いいと思います。楽譜譜面もですね、貼っとくんでですね、これはまず歌で練習していただいて、それでですね、まあ何回も何回もやって1週間ぐらいしていったらそれが心地よくなってくるんでですね、慣れてくるんでですね、それからトランペットで乗せてあげるっていう方がいいかもですね。歌を先にやりましょうですね、思っております。じゃあ次回はですね、これをトランペットで吹いたらどういう風になってくるかっていうところをですね、また新しいスケールをですね用いて、やっていけたらなと思っておりますんでですね、ご期待ください。今日の動画良かったねと思っていただける方はですね、いいねボタンですね、チャンネル登録の方ですね、あとコメントもバンバンいただけると非常に嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。2 step